ここを比べてどこやらもなくなってきてて、でもね一つだけわかったのは、好きなように笑えばいい、誰かに当たればいい、悲しみに潜ったっていい、ギブアップって感じ。でもかっこ悪いよね、諦めるの。かっこいいとかかっこ悪いとか俺よくわかんないけどさ、まだ人生半分も来てないし、またかっこいいパターンっていうのがあるんじゃないかな。それ覚えてる？時間を超え